亮田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。というわけで本日はですね、タイムキープのために気をつけた方がいいことというお話をしていきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、こんな感じのドラムに関する知識や情報というものを発信しておりますので、もしよかったらですね、いいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。というわけでですね、ちょっと最近ですね、趣向をまあ変えたってわけでもないんですけど、ものすごいこう YouTube チャンネルが増えてきてるんで、毎日投稿よりもひょっとして1日おきぐらいの方がいいのかなと思ってね、試験的にいろいろ試している最中でして、ね、で、まあ1日おき投稿になって、ね、まあ自分自身もね、結構こういろんな YouTube チャンネルをこう見るようになって、そうすると新しいのを見るようになると前のを結構見なくなったりするんですよね。結構最近だとまあ中田敦彦さんのね、YouTube 大学とか、ホリエモンチャンネルとか、こう面白いのがいろいろあって、大悟さんのチャンネルだとか、で、ちょっと前までこう見てたカジサックさんのチャンネルをなんか物によってはあんまり見なくなったりとかね、結構そういうのを自分でも感じたんで、だったらこれをね、数を毎日出すよりもちょこっと減らしてみるのも一つの手かなと思って、まあとりあえず試しでやってみて、まあ結果どうなるか見てみてっていう感じなんですけど、まあそれは置いといて、本日のお題がですね、タイムキープのために気をつけた方がいいことということですね。で、結論から言いますとですね、同じリズムパターンでも違うポジションで練習するっていうことですね。これどういうことかと言いますと、例えば、ドンツタンツ、ドンドンタンツ、ドンツタンツ、ドンドンタンって、よくありがちなリズムパターンありますよね。右手がハイハットを叩いてて、8部で叩いてると。で、スネアが2、4に入ってて、で、バスドラが1拍目に4部で入ってて、3拍目に8部で2発、ドンドンって入ってる、みたいなパターンですね。で、まあ、普通にそう譜面見たらみんなこう、ハイハットを叩き出すと、ハイハット使って、ハイハットとスネアとキックですね。で、これができるからといって、じゃあここでちょっと B セクションとかサビとかに行った時に、右手をライドに持って行った時に、同じノリをキープできますかということなんですね。これどういう意味かというとですね、要は、こう体の向きというかですね、叩くものによってこう、腕を持っていく方向とか体の向きは変わるわけですね。そうすると当然なんですけど、使う筋肉も変わるし、重心も変わると。そうすると、あたかも同じパターンだからすぐにできるだろうって思っていたものが、実はできなかったりするっていうのがあったりするんですね。実際に僕ね、10代ぐらいの頃に、言われたことなんですけどね。なんか亮ってさ、ライドに行くともたるよねって言われたことあるんですよ。で、僕自身は、ね、怖いのは、全く気づいてなかったんですよ。え、そんなことねえよって個人的には思ってて。でも、レコーディングしたやつを聞き返してみると、確かにもたってるんですよ。で、自分が気づいてなかったことに、ってびっくりして、それからまあ結構自分の音を取って練習するようになったんですけど、なんでだろうって思ったら、そこも僕もちょうどこう陥ってたというか、同じパターンだから叩くものを変えてもいけるだろうって思ってたんですけど、実は単純に考えてみると、ハイハットって要は、まあ、こう左側、自分にとってのちょっと左側、右利きの人の場合ですね、左側叩くわけじゃないですか。で、ライドって大体の場合こう、右利きの場合は右側に、なんかこっちの方ですね、こっち方向ちょっと枠からはみ出しちゃってますけど、行くんで、腕、この右腕がこういう状態と、こういう右に行く状態になるわけで、こうやって結構違うんですよね。体のこう閉じる形にこうハグするというかなっているか、完全にオープンにしているかで、全然これ動きって違ってくるんで、なので同じリズムパターン、全く同じだったとしても叩くものが変わるとキープしにくくなってしまうっていうことなんですね。これ改めてね、気づかされたエピソードというかですね、これもまた YouTube の話なんですけど、 YouTube 大好きでよく見てるんで、 で武井壮さんっていらっしゃるんですけどね、彼の話ですごく理にかなったのがあって、彼がそのスポーツを極めようと頑張ってる時にやった練習っていうのが、まずは自分の体の使い方、自分が頭の中で思ってる体の動きと実際の体の動きのズレをなくすっていうことをやったらしいですね。どういうことかっていうと、彼が説明してるのは、例えばこう一つの例としてですね、こう立ってまっすぐに立って、手を何も鏡とか見ずに地面と水平にこう左右にバーッと広げたとしますね。で、この状態で水平だって思って、その状態で鏡で見ると、案外その手がこうちょっとこう V 字というか上に上がってたり、ちょっと下に下がって山なり、こういう形になってたりすることがあるっていう。これってのは頭の中ではなんとなくこう体の筋肉の大体の感覚でこの辺が真横だろうって思っていても、実際は違うっていう、
これが起きてしまうと、例えばなんか野球の選手とかがこう飛んできた球、ここに球が飛んでるからバットをここにこううまくバーンと当てればど真ん中に当たってポーンと飛ぶはずだって思っていて、そこを狙って自分はど真ん中に振ってるつもりでも実はちょっと腕は下を行ってるとか、でも頭の中では真ん中を打ってるっていう、完全に真ん中に行ってるはずなのになんでだっていうところでズレが生じてしまうっていうわけなんですね。それと全く同じことがドラムでも起きるなと思ってて、例えば右手がこうハイハットからライドに行くとかなると、これ結構ねやっぱ違うものなんですよ。考えてみると、まあ例えば料理する人だとわかりやすいかなと思うんですけど、こうハイハットって目の前にこう、例えば大根とか何でもいいんですけどがあって、こう包丁でこうトントントン切る、まな板があってトントントン切ると仮定するじゃないですか。で、これがハイハットの動きだとしたら、ライドを右手こっちに持っていくってことは、まな板が右の向こうの方に貼って、そこに手伸ばして包丁で大根切るって、めちゃくちゃ難しくないですか？でもそれと同じことをやってるってことなんですね。なので、セクションが、セクションじゃないや。リズムパターンが全く同じでも、例えば右手だけ変えるってなった場合に、その変わったポジションでも同じ練習をすることがすごく大事になってくるんですね。これちなみに右手だけじゃなくて、まあ、足はそこまでこうね、ペダル、テリーボジオみたいにグダーって並べる人はあんまりいないと思うんで、どっちかというと手の問題が大きいかなと思うんですけど、左手もスネアが例えばサイドスネアに行くときとか、スネアじゃなくて人形をこうタムでこうヘビーな感じで打つときとか、そういうときに、まあ、普通にスネアやってる感じでやればできるっしょって思ってると、案外できなかったりするっていうことがあるんですね。なのでこの辺をちょっと気をつけて練習なんかしたりするとなかなかいいかなと思います。はい、というわけで本日はですね、タイムキープをするために気をつけた方がいいことという話をさせていただきました。もし面白いなと思ってくださった方がいたらですね、いいねとかチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのと、あとツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。